学校にエアコンは必要か否か。埼玉県所沢市で注目の住民投票が行われた。やっぱり夏はね、暑い中勉強もさせるのもすごいかわいそうですし、どこの家庭にもあるわけですよね、冷暖房っていうのはね。僕は反対です。あら、賛成です。税金が所沢もっと上がったらもっと困ると思うんですよね。私たちの時もなかったし、いらないかな。しかし当の子供は、まあ、あったらあったでいいし、なかったらなかったでもいいから。果たしてその結果は。賛成56,921。エアコン設置に賛成が56,921票、反対の30,047票を大きく上回った。子どもたちに少しでも希望は持たせてあげることができたのかなというふうには思いますね。なぜ所沢でエアコンの設置がこれほどまで問題になるかというと、入間基地から7キロほどのこちらの小学校では窓を二重にするなどして騒音対策が施されています。所沢市では基地に近い29の小中学校では騒音対策が施されているが、夏場の平均気温は 28.9 度、暑さで窓を開けてしまうと騒音対策の意味がないため、エアコンが設置されるはずだった。しかし2012年、藤本市長が突如方向転換し、エアコン設置が中止されたのだ。非常に価値のある数字じゃないかなというふうには思いました。整備方針にのっとって、速やかなという感じでお願いしたいなというふうに思っています。ただ住民投票に法的拘束力はない。賛成が有権者数の3分の1であれば、結果の重みを審査しなければならないと条例で定められているが、投票率は 31.54% と低く、そこまで届かなかった。高くはない投票率であったということは残念であります。住民投票の結果をよく受け止め考え、財政配分なども考慮しながら、これから慎重に対応していく